皆さんこんにちは、大樹です。いろんなコーチと交流してますか？まあね、自分のスクールの出身のね、先輩とか後輩だけでもまあいっぱいいるとね、そこだけでももういろいろ楽しい人間関係ができちゃうし、まあ何しろ話は合うと思うしね、同窓だから、だからそれでもいいと思うんですけど、やっぱりね、またいろんなコーチと話すると面白いよ。で、表面的なね、その手法の違いとかもありますけど、やっぱりね、なんかコーチとして何大切にしてるのとかね、話してみるとね、結構深いところでつながれるところはもちろんあるわけだし、で、なんかそれをどんな風にね、実現してるかとかね、みたいなこと話したりすると、あ、なるほど、そういう関わり方してんだとかね、いうことが出てくる。で、あとね、やっぱベテランでね、長いことやってるコーチだとね、まあベテランだったら素晴らしいとか上手いとかいうこと必ずしもないんだけど、でもね、やっぱりなんかね、長いことやれてるコーチっていうのはね、なんていうのかな、その人のあり方、まあ人間性みたいなところだったりね、やっぱりそれからコミュニケーションパターンみたいなところにね、こう素晴らしい部分とかね、やっぱりなるほど、これはまあ長いことコーチやってるよなっていうのがあるんだよね。だからなんかそういうのにこう触れてみて、で、自分はね、なんかどういうコーチでいきたいんだろうなんていうふうに思うと面白いんじゃないかなというふうに思います。なんか大体僕はね、宮越さんはなんかその暑苦しい感じがいいですよねとしか言われないんだけどあ、そうだね。でもまあなんかそういうのも一つのスタイルだし、で、いろんなスタイルでね、やっぱりやってきてるコーチがいるから、だから流派超えて実はね、個人個人が持ってるスタイルの違いみたいなのもすごく大きいから、なんかね、長いことやってるコーチ、人気のコーチ、やっぱり周りで素晴らしいことが起こってるコーチっていうのにね、チャンスがあればいろいろ会いに行ってみて、で、そこで話聞いてみたりとかね、で、自分の話聞いてみても、ね、聞いてもらったりしてみると、すごくいいんじゃないかなというふうに、思ったりします。この間もね、とある場所で、もう結構ベテランのコーチとね、会って、初めて会って話をしたんですけどね、非常に面白かったね。なんか、多分表面上見たらすごい違うコーチングするんだろうけど、でもなんか見てる世界は一緒だよねっていう感じのね、なんかお互いに通じ合えるものがあって、まあ、その手段はもう本当にまちまちだと、同じ技術持っててもね、全然起こることが違う。それはやっぱりその人はね、なんか、願ってるものとか信じてるものっていうのがやっぱりコーチングの中では出てきちゃうから、そういう意味ではね、なんかうわこの人近いななんていうコーチが見つかるかもしれないしね、あこの人みたいになりたいっていうコーチが見つかるかもしれないから、まあぜひいろんなねコーチに会ってみてください。で、まあなんかね、興味持てたらビデオを見るだけじゃなくてね、なんか僕のところにも、機会があったら会いに来てください。一緒に話してみましょうということです。それじゃあまた、バイバーイ。